私好きなセリフはやっぱり最初の出会いで、うん、出会いだと魚にしようですね。あ、そこか。私はそこ結構好きでしたよ、はい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 、始まったって感じするじゃないですか。確かに木にもたれかかっている椿が、うん、魚にしよう、結婚してくれない。フェイスシールドがすごく大変ですね。もうフェイスシールドが当たる当たるもう距離がつかめないんで、ちょっとすごい大変でしたね。僕がこう椿として嬉しいなと思ったセリフは俺の妻だったです。川辺さんの頑張りに思わず自分もやってみたくなっちゃった横浜さん。あんこを作るためにちょっとやってたわらび餅だっけ。なんかわらび餅ですね。もうちっちゃい体で横浜さんが動きましたすごい頑張ってました。そこがすごい大きなので、ヨモさんの2倍ぐらい固食べるのは作るの好きなんですけど、本当食みたいな、きりたんことか、そういうものを作ったことがあんまりないのに、女の子っていう時折やっぱハッとさせられるような色っていう感じですね。女優としても好きなんだけども、色っていう感じですね。お二人にはこの後番組の最後までお付き合いいただきます、はい、もう手つきが染みついてますね、はい、嬉しいです